江南高校3年ライフル射撃部新里葉月です。玉木ひろやです。お兄ちゃんの奥さんがライフル射撃をやっていて、自分もやることにしました。エアガンで遊んでいるところを親に見られて、それで親が銃を好きだと思い、それを勧められたからです。世界大会でドイツに行ったことと、日韓戦で韓国に行ったことです。最後の国体で6位入賞をできたことです。県外派遣に行った時に普通に他人と喋れて、社交的な性格になり友達がたくさんできました。点数が伸びずにどうしていいか分からなかった時が一番きつかったです。集中力がつき、勉強にもかなり集中して取り組むことができました。本番で自分の思い通りの点数が打てなかった時が一番辛かったです。4年後のオリンピック出場することが目標です。同じくオリンピックを目指せるような選手になることです。4年後入った4年後のオリンピックに出るぞ。バンバンもう恥ずかしい。俺も間違った。